これを買わずしてノースフェイスを語ることはできん。これは買わないでください。お金払ってもったいない思いしてほしくないなっていうので、20年30年分の知恵っていうのを僕らは一緒にして買えるわけなんですよ。はい、本日はですねこちらノースフェイスのおすすめマウンテンパーカーをご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、なんとノースフェイスがこの2024年の3月期決算で出したんです。決算かどうか知らないけど期で出したんですけど、975億円のノースフェイスだけでの売り上げがあったっていうことで、すごいですよね。この10年間を遡るとなんと5倍まで跳ね上がってるってことで、まあノースフェイスの人気ってちょっと落ちたんかなって思ってたけども、まあ一応売り上げとしては順調に伸びていってると。まあただそんなにもうすごい勢いではもう伸びてないみたいなんですけど、確実にインバウンドのお客さんとかで伸びてるらしいんですね。ってことは、まあ、需要あるじゃないですか。ほな動画作っとかなあかんじゃないですか。ほなまあマウンテンパーカーの話しやなあかんじゃないですかっていうことで喋ってはいくんですけども、ノースフェイスのマウンテンパーカーでちょこちょこ新しいの出てるんですよ。でちょこちょこ新しいの出てて、もちろん皆さんご存知の定番のところのマウンテンライト、そしてマウンテンジャケットとかこの辺りはずっと出てるんですけど、出ては廃盤っていうやつもあったりするんです。で先にこれは買わないでくださいと、僕の視聴者さんにはお金払ってもったいない思いしてほしくないなっていうのでいつも言ってますけど、ドットショットとかね、ベンチャージャケットとかね、スクープジャケット、この辺りに関してはこのチャンネルではいつも言ってますけども、せっかくやったら長く着れるものがいいんじゃないかと、で大切にできるものがいいんじゃないかってなった時に、それの理念とは相反してきて劣化して着れなくなるっていうことがあるので、もうこの辺は鼻から除外してます。早速行きたいなと思うんですけども、まずは一つ目いきましょうか。こちら直営店限定なんですけども、レトロマウンテンライトジャケットっていうジャケット、こちらね2024年の春に出たモデルで直営店限定で出てたんですけど、このねレトロマウンテンライトジャケットって海外で出てるじゃないですか。だから海外モデルもあるんやけど、海外モデルはノースフェイスのロゴがここにはないんですよね。ここのその腕のとこにあるっていうところが、まあ、微妙な違いではあったりするんですけど、ただ僕今商品ページパッと見た感じになかったんですよ。だからもしかしたらもう今年で終わったのかもしれないし、来年とかあるんかどうかちょっとわからないんですけど、まあこれに似たような形が欲しいっていう方やったら、もう海外のマウンテンライトジャケットっていうのがこれに一番似てるので、レトロマウンテンライトジャケットは日本の名前なんですけど、海外のマウンテンライトジャケットやったらまあ似たような感じになるんちゃうかなっていうことで、僕個人的にはこれなくなるって分かってるんやったら多分買う人結構多かったんちゃうかなって思うぐらい、なんか今っぽいシルエットなんですね。僕これは普通に手首をガッて締めて、でこの前のファスナーペッと締めてるだけなんですよ。ちょっとゆったりした感じで、この後着ていくマウンテンライトジャケットとちょっと若干シルエットこっちの方が大きいんですよね。だからまあ今っぽいっちゃ今っぽいような気もするんやけど、まあ廃盤になってたらもうしゃあないじゃないですか。だからまあこれはちょっとどうにもならんなって感じなんやけども、まあ、個人的には悪くはないんかなと思うんですけど、まあ、ただやっぱりこの生地の質感がちょっとチャッチーんですよ。それがこれレビュー動画でも言ったんやけど、それがやっぱりずっと気にはなるので、見た目とかはすごいいいんやけども、もしね来年復活することがあればちょっと生地をいつも通りのこのマウンテンライトとかと同じでいいから、その変なことせんといてくれと、これだけ変えんといてくれっていうところが僕の切実な願いということになってまして、次が CR ストレージジャケットですね。レビューの時にパチンコみたいな名前してるなという話はしたんですけど、まあ、パチンコだ打って変わって子供をね抱っこ紐とかつけながら子供もこうやってできるっていう、まあ、公式の画像をこっち見てもらったら分かるんですけど、まあ、こんな感じでできるということで、まあその動画撮ってから僕まだ子供できてないから使い道ないんですけど、よくよく見たらこれもおそらく公式の在庫は完売してたと思うので廃盤になるんじゃないかなと思います。まあ、ただ楽天とか見てると4万4000円とかで定価6万3800円なんやけど、4万4000円とかで出てたりしてたんで、まあ、欲しい人はそっちかなと思うんですけど、おそらくこれはもう廃盤になったんちゃうかなっていうような、ね、感じですね。個人的には色めっちゃいいなと思ったんですよ。ココアブラウンみたいな感じ、これなんていう名前とか忘れたけども、なんかブラウンやからこれええやんと思ったけど、あんまり他の色では出てないし、クライムライトのカラーが豊富なんですよ。こんなん入ってくるんかなと思ったらあんま入ってこないしみたいな感じで、で次がこちらですね。3、4年前にレビューしたんですけど、フューチャーライトっていうノースフェイスが新しいの出したぞ、これどんな生地やって言ってみんなが注目したんやけども、販売終了しておりました。もしかしたらドリズルジャケットは思ったような戦略ではできなかったのかもしれないです。で結局ゴアテックスの方にもう一回シフト戻してるのかもしれないんですけど、一時ゴアテックスを取り扱いなくすんちゃうかっていう噂が回ってたんですよ。ノースフェイスはもうなくして、こういうドリズルとかこのフューチャーライトを使ったような生地であったり自社でやってるので進んでいくんじゃないかっていう噂は回ってたんやけども、もしかしたらやっぱり厳しいってなってノースフェイスの方に戻ってきたんじゃないかなっていうことになっております。そして次は皆さん大好きこちら
マウンテンライトジャケット、ちょっとね今年からまたちょっと変わったんですよ。で2024年の秋冬からニューモデルになったっていうことで、僕ニュートープっていうね、あの緑っぽい色味に買ったんで、それもレビューしてるかしないかちょっとどっちかわからないんだけども、今現時点ではちょっと届いてないんですけど、これはねもう喋りすぎて目つぶってても喋れる。どこに何があるか全部わかるし、目つぶっててももう何色か当てれるんちゃうかなっていうぐらいもう喋りまくった。っていうのもサイズの違いとかでね、 ML、XL やったらこんな感じで違いますよって、これサムネ出てますし、こんなんもあったりとか、あとマウンテンライトジャケットとマウンテンジャケットの違いは何なんだとか、そのマウンテンライトジャケットを何年間着てみて皆さんの感想はどうなんかとか、もうそんなこすったやつとか山ほど作ったんで、マウンテンライトジャケットって言いたくないぐらい言いました。まあ、その前にお前1着しか持ってへんなと思うじゃないですか。ご安心くださいこちらなんですよ。皆さんに見ていただきたいんですけどね、こちら全てマウンテンライトジャケットでございます。ただ色が違うだけっていうことで購入して、これデニムのバージョンがあったり、ブルーのバージョンがあったり、ブラックのデニムのやつがあったりとか、ちょっとグレーみたいなやつがあったり、あと黄色があったりで、これまあケルプタンがあったりで、ニュートープってやつも買ったりしてるんやけども、まあ、結局おすすめなんなんですかって言ったら、まあ、この辺上がってくるんですよ正直ね。だから上がってくるんやからそれはそれで面白くないんやけども、まあ、今年そういう感じでちょっと新しく回ってるよと。もう皆さんが期待するほどすごい新しくはなってないです正直、はっきり言うとね。だからそのレビュー動画も別に見る必要ないじゃないです。僕一応作るけどそんなにすっごい新しくなってるわけじゃないし、しかもカラー展開が新しいカラー出てるとかっていうのでもないんですよ。なんやったらこのケルプタンまだ出てるんですよね。まだやってんのかいって話なんやけども、まあ、そんな感じがねマウンテンライトになってます。で、まあ、これに関しては値段がね一応4万4000円なんですけど、これもさっきパッて見たところでよると3万9000円とか3万円台で売ってるやつもあったんで、それもまた下リンク貼っとくんですけど、まあ、マウンテンライトはだいたいそれぐらいの値段で出てるんちゃうかなと思います。で正直もう5万円しだしてくると、もうノースフェイスで選ぶ必要あるんかなっていうのもちょっと正直思うんですよ。ノースフェイスよりこの方がおすすめっていうのもあったりするんだけど、まあ、今回ノースフェイスでおすすめって言ってるからマウンテンライトジャケットということになっておりました。多分70デニールの分厚さ厚み感でいうと一番ちょうど中間じゃないですか。後々このマウンテンジャケット150デニール出てきたりしますけど、まあ、70デニールの厚みでもっと薄い20デニールっていうのもあったりするけども、まあ、70デニールやったら大体このあたりか次のやつぐらいでも落ち着くんちゃうかなと思うんですけど、このマウンテンライトジャケットになってますね。で次がこれもねずっと定番で出たけど今年あるんかないんかわからへん、消えたんかもしれないんですけど、こちらゾーンマウンテンレインテックス、これずっと出てたやん。よくセールにかかっててそこら中で安くなってて、だいたい2万円前半とかで買えてたやつあったやんって感じなんやけども、これが公式サイトとか見たらもうちょっとなかったんですよ。ページはあるんやけど新しいカラーとか、これ毎年ね年に2回出てたから秋口なんかもう出てるやろなと思ったらまだ出てなかったんで、もしかしたらちょっと僕が早く調べすぎただけなんかもしれないけど、まあ、これもマウンテンライトジャケットと同様70デニールでわりかし着丈が短めな感じになってるので、どっちかってショートジャケットみたいな感じで着れるんかな。ちょっと胴長い人とかでスタイルよく見せたいってなってきたらこれとかは結構スタイルが上に上がってくるので綺麗に見えるんちゃうかなと思いますし、やっぱ足短い人がこのレトロマウンテンライトジャケットとか着たらマジで足なくなるんですよ。それちょっと難しいかなと思ったりするから、まあ、これはね僕個人的にはいいかなと思うんやけど、今初めて気づきました。このレトロマウンテンライトジャケットとこのマウンテンレインテックス、あの生地似てますね。マウンテンレインテックスってちょっとなんか安っぽい生地じゃないですか。それに近い似てる感じ、ちょっとマットっていうよりかちょっとテカッとした感じ。ようやく言えました。あのこのレトロマウンテンライトジャケットってこれどこの生地に似てるんかな、なんか触ったことあるなと思ったけども、これですね、これが一番近い。まあ、個人的には僕バイクとか乗るんでね、バイカーの人とかもねいいんちゃうかなと思ったりするんだけど、まあ、そんな感じですね。まあちょっとこう折りたたみ式というかこの収納袋もついてるからバイク乗る人なんかはこれはいいんかなと思うんですけど、まあ街着って考えたらこれは優先度ちょっと下がってはきますけどもね。でマウンテンレインテックスでしょ。ほんであの一時大爆発してたクライムライトジャケットね、もう今やほぼ効かんくなったけども、なんやったらクライムライトよりもアークテリクスのベータジャケットの方がもう人気なんですよ。で同じような感じなんで、もうあれクライムがあんなに効かんくなったんっていうぐらい。でクライムライトジャケット結構今年はなんかそのアークテリクスとの差別化なんかどうかわからんけども、カラー展開めちゃくちゃ豊富なんですよね。でカラーが結構豊富なのでよりなんていうの登山にちょっと近くなったんかなっていうような感じで、僕からしたら少しちょっと残念な感じ。街中で着るときにそんなにド派手なあのマウンテンバイクは着いひんからちょっと残念やなっていう感じで、やっぱりよりアークテリクスに行く人が増えるんかな、まあ、この系のねこの20デニールぐらいの薄い生地感になってくるとどうしてもアークの方が強いような印象があるんですよ。でじゃあ対して70デニーぐらいごつくなってきたら何がええのってなってきたら、それはそれでデサントのクレアス、あっちの方がね形綺麗やったりするんですよ。だからノースフェイスってすごいマウンテンパーカーがすごい強かったんやけども、なんか新開発のアイテムが
ちょっと外してる間にいろんな他社がすごいええのが出てきだしたんですよ。なのでつい 3,4 年前まではノースフェイス一択やったんですね。もうこれそうですよね皆さんね。いやノースフェイスしかマウンテンパーカーないでって言ってたんやけど、ちょっと変わってきたね状況はね。で次がエンドレインジャケットっていうジャケット、これもねタグついてるぐらいもう着てへんけども、で同様にこれも二重デニールやから結構薄い生地感で、でチャリンコとかに特化したやつなんやけど、もうこれも公式サイトとか見たら 47,300円とかであんねんけども、もう値段が安なってるところとかもいっぱいあって 33,000円台とかで売ってるとこもあったんですよ。だいたいノースフェイスのアイテムってちょっともう需要と供給がバグり出してて、以前まではプレネで買ったりしてたんやけども、もはや今供給の方が多いんですよ。だからだいたいセールなってるっていうね。もう定価とかで買うよりかは、まあ人気のある色やったらそれは定価になることもあるやろうけども、もうバルトロですら今セールなったりしてるから、ちょっと供給量が多いんかなっていう印象はあるんですけど、これちょっとどうなんかなと、もしかしたら廃盤になるんちゃうかなっていうような感じになってますね。はい、そして次がねマウンテンライトの単色版でおなじみのオールマウンテンジャケットというジャケットになってます。これはすごい機能的でめちゃくちゃいいんですけど、これも商品ページがちょっと今見当たらんかったんで、もしかしたら新しいのが出てくる時なんかもわからないんですけど、隠れた名品ですね。ノースフェイスをいろいろ数々歩き回った人だけがたどり着くジャケット、オールマウンテンジャケットなんですよ。性能がめちゃくちゃちゃんとしてるんですよね。性能がめちゃくちゃちゃんとしてて、なおかつ持ち運びもできるようになってて、他マウンテンライトとか持ち運びできないのにもかかわらず、これに関しては持ち運びできるってことは、デートの時着ていく、暑くなったら脱げる、でそこから持ち運びの収納袋に入れてトートバッグにぶち込むこともできるみたいな感じで、結構通な人は知ってるけど、なかなかノースフェイスを買いあさらんとわからへんっていうのがオールマウンテンジャケットやったんやけど、これもちょっとどうなってるんやろなっていう感じで、値段が 56,000円ってなってきた時に、ちょっとこれムムってなってくるのが、やっぱりデサントのクレアスと比べちゃうんですよね。これですね。でこれは完全に形だけなんですよ。性能とかで言ったらもう圧倒的にこのゴアテックスの方が勝ってるのはもちろん分かってるんだけど、やっぱ形が襟元が立っててね、上までキューって締めた時にはしっかりこの立体感のあるような首元って、こんだけ考えられてるのないんちゃうかなって思ったら、結局これノースフェイスのおすすめじゃなくなってくるんだけども、やっぱりこの5万円超え出すとこのクレアスとの比較が始まってくるんですよ。ってなった時にこの辺りが出てくるまでは確かにこれは候補としてすごいありだったよねっていう感じなんやけども、ちょっとこれ難しいよねっていう感じ感じにはなってきておりますよね。で次がマウンテンジャケットね、これは買ってください。もうこれは買わんと話が進まへんから、皆さん王将行ったら何頼みますかって言って、王将行って餃子頼まへん人いてないじゃないですか。だいたい餃子頼むし、ガスト行ってステーキ頼んだりハンバーグ頼むって普通じゃないですか。いや僕ガスト行ってずっとピザのコーンピザ食べてますっていう、その変な人いてないでしょ。だいたいその店その店の定番というか、ここを抑えなあかんっていうのがあるんやけど、まあ、ノースフェイスに関してはこのマウンテンジャケットがそれなんですよ。だからこれノースフェイスのおすすめマウンテンパーカーってこれ動画のタイトルあったけど、僕のこと知ってる人からしたら、はいはいはいマウンテンジャケットでしょって、多分もう答え分かってたと思うけども、そうなんです、答えその通りなんです。もうこれが一番買うべきアイテムで、こんだけ今いろんなクレアスが出てきたりとか、それこそベータジャケットって言ってアークテリクスが出てきたといえども、いやいやそれはちょっとここだけは頭一つや二つ違うよと。なんでかっていうと、いつも北斗の拳で喋ってるけども、北斗の拳でもやっぱり最終はラオウでしょと。ラオウを昇天させない限り物語続くんですよ。いくらそんだけ強い敵が何回出てきたりとか、なんかレイがおったりなんやおったりしてたとしてもね、山の不動がおったとしても、結局はラオウを倒さん限りはエンディングは迎えれないんですよ。って考えたら、これはノースフェイスというところのラオウなんですね。だからラオウジャケットっていう命名して、お兄ちゃんやから一番最強なんかとかいう説もいっぱいありますけども、そういうのはちょっと一回抜きにして、僕その詳しいことは分からへん。パチンコで北斗の拳知っただけやから、漫画読んだことないから分からんねんけども、これに関しては数々僕がノースフェイスのマウンテンパーカー買ってる僕が言ってるわけやから、正直引きはマウンテンライトの方があります。サムネとかにした時、ネタにした時はマウンテンライトの方が引きがある。なんでかって言ったら値段ちょっと安いから、4万円とか3万、4万前後で買えるっていうところで、正直クリックされやすいのはマウンテンライト。これはもうネタ明かします。やけども僕は正直おすすめしてるのはマウンテンライトではない、マウンテンジャケット、別名ラオウジャケット。これを買わずしてちょっとノースフェイスを語ることはできん。餃子の王将行ってあんかけチャーハンばっか食って、やっぱ王将あんかけやなって言ってたりしたら、おいお前餃子食ってから言えと。王将の餃子を草駅終わった後食ってから全てが始まんねんって思うじゃないですか。やっぱそこの抑えなあかんっていうところがあるので、これは抑えましょうと。ただ今年からちょっと値段が上がって、まあ6万円ちょうど切るかぐらいな感じだとは思うんですけども、まあここは引き続き販売があるみたいですし、逆にノースフェイスはこれを作ってしまったがゆえに、これ以上のアイテムを作れないという、過去の自分のあまりの出来の良さに今の自分が苦しんでる状態なんですよ。まあ勝手にそんなこと言ってますけどね。
たまに出てくるのがこういう面白いやつ、レイジってやつ。これもなんか突発的で突発的に終わったんやけども、なんかね、僕北海道に旅行行ってる時にね、たまたまノースフェイスパーって嫁と行っとって、パーって見たらね、なんかこんなん出てってね、面白そうやなと思って買ってみようかって言って買ったら、もうそれ以降ピタッと売り切れちゃってなくなったんですよ。だからそこで買っといてよかったって感じなんやけども、こんなまた派手なと思うけども、やっぱこういうのってたまにしか出へんから、出た時に買わなあかんし、これ復刻シリーズなんですよね。でそういうのノースフェイスがたまに何年かに1回やったりするので、まあ、そういうのは狙っていくのは面白いんちゃうかなと。でなんで復刻を狙うのがいいかっていうと、この次の年もレイジってやつやったんですけど、だいたい復刻系のシリーズっていうのがスティープテックとかもあったんやけどもね、それ何なんかっていうと、雪山からインスパイアされたっていうことが結構多いんですよ。でその場合って機能性高いんですよ。今ある機能の中でも高めの機能のやつを搭載してくるんですね。だから値段はちょっと割高かなとかって思ったりするけども、いえそれは買っとかんと、そもそも機能性いいし復刻やからもう手に入らないよっていうことなんで、パッてたまたま行って、その店員さんに、いやこれね復刻して今入ってきたとこなんです、またまたうまいですね、また見に行きますわなんて言ったりして、もうなくなってるんですよ。だからその時は買わなきゃ、復刻って言われた瞬間にビビって反応して、あれ復刻、え確かタクソ言っとったなと、復刻はなんか当たりが多いとって言ってたなっていうのを見てもらうのがいいんじゃないかなと思いますので、結構これレイジ後では欲しい欲しいって言った人多かったんやけども、もう結局買えないということになっておりましたので、気をつけていただけたらなと。ということで本日は、まあ、僕の個人的なところっていうのはもうナンバーワンはそれはマウンテンジャケットなんですけども、まあ、マウンテンジャケット以外にもこういうちょくちょく出てくるやつ、コラボ系であったりだとか、個人的にはこのレトロマウンテンライトジャケットもいいんかなと思ったりするんですけど、こんなんであったり、あとマウンテンライトジャケットはもう僕が言わんでも、もう勝手にみんな買うから、まあそれは言わんでいいとして、マウンテンレインテックスね、これも意外と使えるっちゃ使えるから、この辺くらいが僕のおすすめかなと思うんですよ。だからたまにねレビューとかするじゃないですか、さっき言ったこのチャリンコのやつ、エンライドレインジャケットとかどうですかってこと言われたりしてて、このレビュー動画でも言ってるんですけど、おすすめの人はチャリンコ乗る人がおすすめですよって言ってるから、僕チャリンコ先乗ってないから全く着ないんですよ、まあ、それは嘘なしで言ってるから、僕別に忖度するつもりで全部褒めようとは思ってなくて、チャリンコ乗る人はおすすめやけど、そうじゃない人は別に必要ないんちゃいますって言ってるから、まあ、タグついた人たちに残ってるじゃないですか。でこの CR ストレージジャケットも、このちょっと画期的なマタニティのやつ、僕の人さんは結構お子さんおる方多いからいいんちゃうかなと思ったりしたけども、案外クリックも良くなかったし、で売れ筋もあんま良くなかったみたいから、もうこれからもうマタニティしないって決めたんで、マタニティはするつもりもないし、まあドレズルとかねフューチャーライトとか今後も新しい生地とかって開発されてくると思うんで、それはねその都度レビューしていかなあかんなと思うんですけども、やっぱり過去の自分を超えるのっていかに難しいんかっていうのを、まあスポーツ選手もそうやと思うんですけど、今回このマウンテンジャケットが教えてくれましたよね。ここまで完成されたジャケットがもう何十年と続いてる、20年30年続いてるこのジャケットを量ができるものがない。だからその20年30年分の知恵っていうのを僕らは一緒にして買えるわけなんですよ。だからこれを買わずしてノースフェイスのおすすめを教えてくださいって言ったらもうこれしかないんですよね。だからこれはもう絶対買ってくださいと、僕にふざけた質問してこないでください。なんでニールなんですかとか、取り扱いは何なんですかって、こんなもん洗濯機にぶち込んで洗濯すればそれでいいんですよ。粉洗剤は使わないでくださいね。粉洗剤使うと生地の表面に網目に粉が詰まっちゃって透湿性が失われちゃうので、液体洗剤で普通に洗ってもらったら大丈夫です。でもう乾燥機かけていいんですかとか聞く人いるけど、そんなもん洗濯表示見てください。洗濯表示見たら乾燥機かけていいかとかも書いてあるし、他の取り扱いなんかも書いてると思いますので、ぜひ見ていただけたらなと思います。もうこれが多分今ナンバーワンかなと思いますので、他唯一のこういうクレアスとかと戦えるってなってきたらこのジャケットぐらいかなっていうところが、まあ、正直な感想となっていますので、どんだけ進めてんのかと、そんなええと思ってんのかと、まあ、お前がそこまで言うんやったらほんなそうや買ってみようかというふうに思うかもしれないし、いやでもちょっと6万かと高すぎるなという人もいてるかもしれないけど、一番最初に言ったようなこういう劣化するジャケットを買ってね、2万3万なくなって、あまた買わなあかん、結局これ買いましたってやったら、これ6万してここで2、3万してってなったら、もうそれだけで8万9万になるわけなんですよ。余計な失敗をさせんためにこの動画がありますので、余計なもん買わんとええもんだけ買っとったらそれでいいじゃないですか。でこんだけ言ってもね、マウンテンジャケットを買わない人もいっぱいいてはるんですけども、まあ、僕はそれぐらいおすすめですよっていうところになってましたんで、ノースフェイスのおすすめマウンテンパーカーといえばマウンテンジャケットかなと思います。あとは正直どうですかって言われたら、もうとにかくさっきこれ買ってから気になってから行きましょう。これをまず買おうということで、おすすめのマウンテンパーカーはラオジャケットということになってました。ということで、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。